皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回の動画は、こちらニューエックスというメーカーのマイティエアというミニギターアンプを、褒めちぎる動画でございます。褒めちぎる動画でございます。この1ヶ月、2ヶ月ぐらい僕家でめちゃくちゃエレキギター練習してるんですよ。で、練習するときにですね、もう他のエフェクターとか他のアンプとか使わずに、もうこれだけで練習してて、もうこの1ヶ月、2ヶ月もね、ゴリゴリに使い倒してるんですが、なんかね、改めてね、がっつり使ってみるとね、このアンプ、めっちゃ良くない?みたいな。これ半端なくない?みたいな感じで、もう魅力にどっぷり使ってしまっておりまして、その魅力をですね、まあ、この動画の中でガッとお伝えして、ベタ褒めしていこうかなという動画でございます。まあ、この動画を見るとですね、皆様、ほぼほぼ確率に、俺もマイティアンプ欲しいみたいな感じに絶対なるんですけれども、で、ほぼほぼ確率にですね、もうほとんどの人がですね、まあ、ポチッと、してしまうと思うので、その辺のこの物欲だけはですね、気をつけていただければ幸いでございます。物欲だけは気をつけてくださいませ。みたいな。はい、そんな感じです。こちらのアンプ、NUX とか言って NUX と読みます。最近ね、エフェクターとかアンプでね、ブイブイ言わせてる中国のメーカーなんですけれども、まあ、このマイティエアはですね、まあ、大ヒット商品といっても過言じゃないぐらいめちゃくちゃ売れてて、めちゃめちゃ人気商品なわけでございますよ。でもそれもそのはずですよ。これはま人気出ますわ。見てわかる通りですね、もうケーブルが全然ございません。USB-C で給電することによって充電できるんですけれども、もうね、もう充電式で、もうね、こんな感じで軽くて小さくて、もう取り回しも楽ちんだからさ、もう外でもね、どこでもこうね、すぐに練習できてしまうという、そういう優れものなわけでございますよ。で、面白いのが、この送信機。このワイヤレス送信機も付属しているんで、これを買えば、本当ワイヤレス環境ですぐ練習できるっていうメリットがあるんですよ。こちらの送信機のボタン流し電源入れるじゃないですか。で、ギターに接続する。で、アンプの方も電源入れる。で、このレシーバーっていうボタンをね、長押しすると、このレシーバーが有効になるので、これでも音が出てしまうという、もう、とんでもアンプなんですよ。なんかもう、この時点でも結構僕の中でね、やべえって感じなんですけども、もうちっちゃい、軽い、で、給電、充電できる、でもレシーバーついてる、もうこれだけならマジで文句ね、半端ないっていう感じなんですが、音もね、めちゃくちゃいいんですよ。ちょっと今日はね、3種類音を紹介しようと思ってます。僕がこう、家でこう作り込んでね、家で練習するときにも毎回毎回使ってるその3つの、プリセットを皆さんにちょっとお聞かせさせていただこうかなと思うんですけれども、ちょっと画面収録しましょうか。ちょっと iPhone の画面収録、画面ドン、ズボン、バーンと。このニューエックスですね、こんな感じで、そのスマートフォン、タブレットと Bluetooth 接続をすることで、こっち側で音作りをできるんですよ。これがね、マジですげえんだ。マジで。で、もちろんね、こっちで操作すれば、まあ、どんどん音が変わっていくっていう、そういう流れなんですけれども、上の方にこうプリセットが1、2、3、4、5、6、7とあります。で、この7個、格納できる場所があるので、まあ、自分で音色を作って、まあ、7個保存ができるという状態ですね。で、それぞれ保存しておけば、パッと押したときに、音色が出てくるよっていうのが、そんな感じです。ちょっと音鳴らしてみましょうか。まずこのね、3番、この音がですね、私が、家で練習しているときに、毎回使っているこの強い歪みの音です。ロック系、メタル系を練習するとき、早弾きをするときは、この音色を使っています。よくない?このなんかこの、歪みの感じとか、リバーブの感じ。ディレイ。もうこれだけっすよ。これだけでもうね、別にエフェクターとか使ってんすよ。これだけでこんな音するんですよ。すごくない?こんな感じでございますよ。すごくない?めっちゃ良くない?これだけ。
すごいあのね、楽しい。普通に楽しい。すごい大丈夫。普通にめっちゃ楽しい、こんな感じの食でございます。まあ、細かく言っていくとですね、今このアンプのところもですね、なんつうのかな、そのいろんなこのアンプの種類、モデリング、そのシミュレーターがたくさんあるわけでございますよ。で、今そのデュアル RECET っていうのが、そのレクチファイアっていう、まあね、あのアンプがあるんですけども、まあ、それのこのモデリングというか、まあ、シミュレートなのかなという感じでございます。で、他にもですね、この FX だったりとか、このキャビネット、スピーカー部分ですね。スピーカー部分のこのね、シミュレートだったりとか、あとモジュレーション。これ今、コーラスがちょっとうっすらかかってます。で、ディレイ、リバーブ。まあ、こんな感じですね、スマートフォンと連動することでも、いろんなエフェクトをですね、同時にかけることができて、もうね、送信機とね、このバッテリーですよ。これ別に電源つながってるんですよ。これだけでもこういう音が出せるっていうね、もう半端なくらいですか。で、今ね、これ、音量としてはですね、マスター 38% とかなんで、これ 100% とか出すと結構なボリュームが出てきます。この音量でも、まあ、ちょっとね、怒られちゃう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じでも音量も全然問題ないっていう感じでございますよ。で、他にもちょっとお聞かせしたいのが、7番の音色とか、これとかかな。あ、ちなみに、これニューエックスのこのマイティアンプ使ってる方いらっしゃいますでしょうか。もし使ってらっしゃったら、この本体のファームウェアをアップデートして、スマートフォンとかタブレットのアプリを更新することで、このね、音色をね、今僕が鳴らしてる音色をね、そのままね、そっくりそのままあなたのマイティアンプに入れることができます。ババン。ちょっと見せるね。この3番のこのシェアっていうボタンを押して、シェアパッチだ QR、これですね。タキジャワ、歪み、強、強。タキザワ、歪み、強、強。今この QR コード出てるじゃないですか。マイティアンプのそのアプリを立ち上げて、その QR のところをね、やって、そのね、読ませる。コマンドがあるんですけど、それでちょっとこれ、ね、読ませてみてくださいませ。そうすると、この QR を読むだけで、この、今僕が鳴らしていた音色が、そっちのアンプに入ります。わー、これもすごい画期的じゃない？今までさ、その、マルチエフェクターとかでさ、その音色を作りました、パッチを作りました。で、そのパッチをシェアすることができたんですよ。でも、そのシェアする方法が、やっぱりこの一回ね、書き出しをして、それをそのサーバーとかにアップロードして、で、その欲しい人がそのアクセスをしてダウンロードして、で、そのソフトの中にこのインストールみたいなのをして、で、USB をつなげて、そのパソコンを返してエフェクターの方に突っ込んで、やったできたっていう感じだったんですけども、QR コードでサクッと、シェアができるんですよ。これマジめちゃめちゃ面白いですよね。すごくいいですよね。こんな感じで強い歪みは今の QR コードでございます。よかったら試してみてくださいませ。その次弱い歪みはこれ。ちょっとシェアの QR コードを出しながら、タッキ、ジャワ、歪み、弱め、弱め。これを今読めば、この音色ができます。この音はね、この音。よくない？この。リバーブとディレイの感じ、いいっすよね。で、このね、リバーブとディレイをね、この消しちゃって、こう、デッドにした時の、この音もいいっすよね、この。今、バリバリ言ってるのは、私のギターのボリュームが調子悪いからです。送信機ではない、ここ。
ディレイとかリバーブがね、ふんだんにかかった音もいいけど、こういう感じでこうね、空間系を蹴ってデッドにした感じの音もなんかすごいなんかいい感じですよね。この歪みのね、なんだろうな、このピッキングに、反応する感じがすごくいい。で、このね、コンプレッサーのね、この聞き具合もね、すごいこの気持ちいい感じなんですよ。このレッドコンプっていう。まあ、おそらくその MXR のあの赤いね、ダイナコンプのシミュレートってことだと思うんですけども。この、なんか、よくね、この、ブリッ。この、めっちゃはかどるこんな感じの音でございます。で、もちろんクリントーンとかもね、すごくいい感じなんですけども、クリントーンこれだっけかな、これですわ、こんな音。シェアします。この音は、シアパチ QRL、 名前はタキジャワ、タキジャワなんだろう、ふわふわ、タキジャワふわふわ、ちょっと興味ある方は QR 読んでみてくださいませ。そうするとこの音色が出てくるはず。いや、いいよね。全然ね、練習がめちゃくちゃはかどる。なんかこういうさ、 YouTube で OK とか流してさ、こうそうね、永遠にできる感じのこんな感じの遊びでございますよ。これもまあね、そのリバーブとかディレイとかを結構ふんだんめに入れてね、このちょっと広がり感みたいなバーズ出してるわけなんですけれども、まあ、このアンプ1台だけでね、なんかこんだけの音色を出してね、なんかこのクオリティで、で、こうすぐ切り替えができたりとかしてさ、すごいめちゃめちゃ便利じゃない？すごくない？個人的にこの音ね、すごい好きなんですよね。これなんか
もちろんその真空管うんたらかんたらとかさ、その何十万円もするアンプと比べたら、そらまあそらまあって感じだけどね。でも2万円ちょっとでね、こんなね送信機とか充電式とかこんな手軽であってね、スマホでなんかこんな音作りができて、この手軽さを考えたら、まあもうお釣りが来てあまりあるほどの魅力って感じですよね。いいよねこれ、このピッキングを強くした時の、変な声でしょ。いやーいいなー。で全然紹介しないけどね、まあ、さっきも少しお見せしましたけどもね、本当はまたいろんなアンプの音が出たりとか、この FX の方もですね、他にもその今コンプだけども、まあイーコライザーとか、まあトレモロとかタッチワウとか、タッチワウぐらいちょっと見ようかな、面白いから。ほら、こんな感じの音も出せたりという感じなわけでございます。いかがだったでしょうか。まあね、ちょっとこのもう少しこういう風になんねえかな、みたいな、そういう要望もあったりとかするけどもね、まあめちゃめちゃこの動画を見ただけでもね、マイティアンプ、便利そう、欲しいっていう風に、なっちゃったかと。思います。いかがだったでしょうか。まあね、一応、僕のね、個人的な、この辺がって思うのが、まずそのチューナー機能があってもいいんじゃないかなーっていうのは少し思いましたね。だからこんだけね、アプリがね、充実しててね、こんなね、いろいろとこの音色うんたらかんたってあるんだからね、なんかチューナーくらいもう少し搭載してもよかったんじゃないかなーなんて感じがするのが一つと、あとちょっとね、大きいところで行くとすると、マスターボリュームが存在しないので、このプリセットで組んだ音量でしか呼び出せないって感じなんですよ。例えばそのね、皆様がそのお昼練習するのか夜練習するのかでさ、そのトータルのボリュームを変えたい時ってあるじゃない。お昼はちょっと大きいけどもね、夜は小さくしたいみたいな感じで。そういうこのマスターボリュームは存在しないんで、もうどんな時でもこのプリセットを呼び出すと、もう記憶された音量がバーンって出てくるので、ちょっとそこら辺がね、もったいないなーって感じがすごくしますね。マスターボリュームが一つあると、もっと使い勝手が良かったんだけどなーって感じはするんだけども、技術的に難しいのかしら。あとは、ま、細かいところとしては、僕はね、このコンプレッサーと、いわゆるこのチューブスクリーマーとか、こういうブースター系のエフェクトを、その同時に使いたい時があったりとかするので、このね、EFX の中にこの一色体まとめるんではなくて、もう一個ぐらいですね、このまた別のエフェクトをかませられるとよかったかなーってのがあるんだけども、でもこれはちょっとわがままかな。あと、リバーブに関しては、めちゃめちゃこのリバーブの種類が、少ないので、もうちょっとこうね、リバーブの広がりがあって面白かったのかな、なんて感じがしますね。特にこのね、スピーカー、これ今、前面がさ、黒いからわかんないんだけども、そのスピーカー2発入って、そのステレオになってるんですよ。だからこのね、ステレオのこのサラウンド的なこともね、なんかね、効果出せるような、なんかそういう面白いステレオリバーブみたいなのもあっても面白かったのかな、なんて感じはするけども、でもこれもちょっとわがままですよね。で、ちょっとこれはまた要望としては、プリセットが、まあ、7個組めるわけなんですけども、逆に言うと7個しか組めないのはね、ちょっと少ないかもしれないなっていうのはありますよね。自分でこう、なんかこう、音を作るじゃないですか。で、人によってはね、曲によってとか、その、アーティストさんによってとか、その、いろいろとこの音色を使い分けたりとかすると思うんですよ。使うギターとか、フレーズとか曲によって。そうなってくるとですね、ちょっと7個じゃ足んない人も増えてくるのかなって感じが。しますね。僕はいつもなんか共通してやってるんで、今の3つぐらいしか使わないんですけども、ね、人の QR コードを読み込んで、まあ、パッチをダウンロードしたりとか、あと曲によってこういろいろとね、いじくったりとか、ちょっと微調整をしたりとかすると、7個じゃ足んないよっていう人も、まあいるのかなって感じはするんですけども、これがですね、もうちょっと改善して、まあこの7個のプリセットのパッチが、まあ、いわゆるマルチエフェクトのバンクみたいな感じで、だから4つのバンクぐらいまでね、できたら、まあ嬉しいなって感じはするんだけども、
まあいずれもわがままだよな、こんだけできてるからな。まあ本当にまあわがままですけども、その辺できたらマジかゆいところに手が届いて超最高って感じがしますね。そんな感じでございます。どうだったでしょうか。でまあね、これ使ってる方はさすがにアプリ使ってると思うんですけどもね、この上のこのパネルだけだと、その、このアンプの良さが2割も引き出せない感じなのでね、頑張ってこう、アプリを使って、ね、楽しんでいただけたらなという感じでございます。はい、そんな感じでございます。いかがだったでしょうか。もし皆様の方で何か思うこととか感じたこととかありましたらですね、バシバシとコメントしていただけたら幸いでございます。で、Mighty Air 使っていらっしゃる方はですね、ぜひさっきの QRL を読み込んで、皆様の Mighty Air に僕の音色を突っ込んでいただけたら嬉しく思います。そんな感じでございます。それでは長い動画ありがとうございました。また違う動画でお会いいたしましょう。Mighty Air 欲しくなったら、欲しくなったらってコメントしてみてください。はい。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね。